ウエス、この投手成績で5位というのはただただ打ち勝っているイメージがあります。2001年の近鉄みたいな勝ち方をずっとしているんだなというのを感じながら楽天戦やっていきます。さあ、今日は誰が投げようかどうしようかな。立山さんかな。ちょっとウルフ厳しいだろうな、スタミナ。まあ、とりあえずこんなもんで。よし、頑張ろう。まあ最近は特に野球のニュースというのは青木の復帰ぐらいしかなくてですね、そんぐらいかなですな。青木が復帰したことによってヤクルトがどう強くなるかは分かりませんが、分かりもはん。セゴドンも最近見てないな。さあ立山さん、今季初勝利になるか。防御率9点台。まあチーム平均防御率が5点台だからな、 5.8 ぐらいだから、あながちあり得る数字ではあります。あり得る数字というか、全然多分こういう人がいっぱいいるから5点台になってんだろうな。そういう感じではあるけども、多分立山さんフォークすごいから、ほらほら三振奪えるから。立山さん今からしっかりピッチングすれば三振奪えるんだから。よしよし、オッケーオッケー。いや全然勝てるよ、もう慣れたから。ちょい早いわ、ちょい早い、慣れてきたんで、あとどう抑えるかみたいな話だから、抑えきれれば勝てるからもう。よいしょ。まあ現実問題、このチーム、さっき戦力分布図みたいなやつ、なん10何位とか7位とか7位、当7位みたいなやつ見てたら、全部13位でしたこんなことってあるんだ、びっくりしたよ。全部13位、まあ、人が少ないからね。多分あれ総合値だと思うんだよな、数値の総合値なんで、多分人が少ない分13位になるんでしょうけども、まあまあまあ関係ないね、関係ないね。全然点取れるし。いよ、フライボールレボリューションでした。なんとかレボリューション、なんだかレボリューションって前回言ってましたけど、フライボールレボリューション、いいよね、フライボールレボリューション。結局打球の速度を速くすればヒット出やすいよっていう話らしいですね。そんなもんなんだって思っちゃったけど、確かに打球速ければ確かにそれなりにヒットになるか。不思議な話だよね、本当にね。どういった概念、そっか、ちゃんと俺もメジャーのこと勉強しなきゃな。メジャーの勉強全然してねえ。よしよし、塩見に投げさせよう。塩見クイックつかないんだね。クイック早いんだけどね、塩見。さあ村田さんも首位打者争いに絡むぐらいな打率残しますね。やっぱりこの村田エルドレッドっていう2番看板で戦っていかなきゃ勝てないだろうな、うちは。よしよし、とにかく球を投げさせる。おしょ、これノーアウト満塁エルドレッドあるぞ。いや、これはノーアウト満塁エルドレッド持ってきたい。村田、飛び出しちゃった。へへ、おちゃめ、おちゃめ、おちゃめ、ただただおちゃめ。まあエルドレッドのパワーならホームランも十分狙える。うんだ、フライボールレボリューション。おー、危ね、入ったかと思った。あっやっぱ引っ張りレボリューションだな。引っ張んなきゃいけないから、とにかく引っ張る。もう何があっても引っ張る。引っ張れ、どれがなんだから。本当に不思議なもんで。うわ、矢野さんこれ取れねえか。はい、はい。最近パワープロ5をね、友達とやったんですけど、超面白いですね、あれね。あれめっちゃ面白いな、パワープロ5。やっぱカーブ打線が強すぎるっていう。カーブ打線がクソ強いのもあるんだけど、ヤクルト対ライオンズの日本シリーズを友達とやったんですけど、面白かったですね。
やっぱ古田がね、あまりにも能力が高すぎるっていう、古田がバント処理するとね、誰もついていけないんですよ、内野が。古田が送球すると内野が誰も取れないっていう現象が起きて、あれ面白かったな。ああマジか、ど真ん中嫉妬はまずいて、もうど真ん中嫉妬しちゃったらもうどうしようもないですさ。 OK、 さあ早速1失点順調。まあ塩見に投げさせれば、投げさせればいいからこういう風にね。まあ今回こそは1球でしたけども、よしよし、4回でノックアウトしてやる。とにかくレパーズはベテランが多いから投げさせられるっていう嫌な面がある。とにかく投げさせられる、本当に嫌なチーム、嫌なやつ嫌なやつ。あ、これなんだっけ、猫の恩返しじゃない、耳を澄ますか。最近映画を見てないな、映画を見なきゃな、鎌倉物語見に行きたかったけどな、見てないな。とりあえずまあ送ってみよう、なんとなく。直津さん3話やるからな、言っても。ただ単打しかないっていう、直津さん単打しか考えられないからな、点は入んないだろうな。まあまあいっか、まあまあまあ。そういえば直津さん楽天復帰しましたね、おめでとう。涙のトレード、直津さんがあれ金銭トレード行った時はね、涙のトレードでしたけども、あちゃー、ほい、お声が出ちゃった、無駄だ、あー無駄じゃなかった。全然投げれない、送球が遅すぎた、ほら OK。 これが殺人野球じゃい、二塁手を殺す、あ。もうもう立山さんが投げるといいことがやべやべ、ちゃんとダメージ受けてる、ボールしか投げてない、ああ右のバッターボックスは5番ウィーラー、いやー、東海、はあ、もう ああなるともうね、勝ち目ないからね、ああなるともうああなると勝ち目ないんだ。まあ今回もこういうパートになってしまいましたけども、また次回お楽しみに。さよならさよならさよなら。